はい、皆さんこんにちは。セルボエサルでございます。今日は焚き火キノコカレーリベンジということで、椎茸の森に来ております。今日は川を目指して枯れ木を収集しつつ、ただただ焚き火とカレーを楽しむと、シンプルな構成にしたいと思います。前回公園で野鳥撮影した時から10日ぐらい経ってるのかな。あの時にすごい2桁台の気温とかになっちゃって、すごい暖かくなったんですけど、また繰り返してまして、まあ多分ここ1週間ぐらいが最後だと思うんですけど、まあ雪もそこそこ降ってね、こうやって綺麗な感じになってますけど、今日は久しぶりに晴れたので、で登山じゃないですから、天候とかで遭難するようなことはまずないと。これいいですね。これいいけど、ここで撮っちゃうと歩く距離が長すぎるな。ちょっと待とうか。手で折れるぐらいですから。今日は甘く見てると、いわゆるバトニング的なこともやるからね。これね、前ウェーダーやっちゃったことあるんですけど、バトニングしてる時にね、ズボンを切っちゃうことがあるので、ご注意いただきたい。めちゃくちゃいいですねこれ。これでもちょっと長すぎるんだけど、まあその辺は後でとりあえず運搬できる形にしておきたいと思います。道はめっちゃ歩きやすいですね。ここまで歩きやすいと思わなかったな。これも来てますね。でこのステッキいらねえな、今日邪魔でしょうがないですね。今日は出た時の出発時の気温がマイナス5度ぐらいなんですけど、日射ですごいあったかいですね。体感はめちゃくちゃあったかいです。今日は2時間ぐらいできたらいいかなと思ってるんですよね、焚き火自体。まあメインの焚き火としてはもうこれで十分かもしれないですね。問題は細い、普通は春夏は地面に落っこってるようなやつですね。あれの入手がちょっと難しいかもしれないね。ついてからやった方がいいかもしれないですね、本当に。焚き付けに枯葉が出てきましたけど、やっぱマシだな。今日の雪質はですね、スノーシーをこう前に出した時に、次雪に着地するときにパタンパタンってなる感じがあまり今季初の感じですね。雪質がだいぶ変わってきてるんでしょうね。新しい花がある。今日は椎茸は探さないつもりですけれども、気になっちゃいますね。気になるけど春のお楽しみに。なんて言って今日もキノコの7種でございますから十分でございます。いやー気持ちいいね。案の定暑いけどとてもすがすがしいです。あの日以来のアクティビティですからね。
や切った木が重いとは言ってもですね、雪があるんで引きずっていけるのがいいです。にしても枯れ木めっちゃあるね。あんなに最初取る必要なかった。失敗しましたね。ここはね、シャグマ出ないんだよな。ある程度探したんですけど、探しましたよね、去年ね。で、椎茸偶然見つけてたっていう。不思議ですね。だいたい植林のところに出るんですけど、出るとこと出ないとこの差がわかんないですね。お、出たか、川。あ、出たね。こっちケーズの川だ。あそこいいかもな。ちょっと逆光ですね。逆光っていうか逆光か。あ、でもその辺にもあるね。ほうほうほう。ここいいじゃないですか。いいね。ここをキャンプ地とする。あのネタって何ガンダム？ネタしか知らないやつってありますよね、結構ね。さて、久しぶりのケンタロウインザウッズのブランドの、もうちょっとあの方のチャンネル見なくなっちゃったんですけどね。きっと元気でいらっしゃるんでしょうけど、これは UL の焚き火台でして、めちゃくちゃ軽くて機能的というやつですね。非常にシンプルなんですけど、機能的な感じです。これだけなんですよね。こうやって上に調理器具を乗せると。これ確かね、長いやつのバージョンもあるんですけど、これだとちょっと手狭なんですよね、確かに。だからまあ今回は米先炊いて蒸らしてる間に湯沸かしてって感じにできればなってところですね。で、これが椅子になりまして、いい音したな今。ちょっと笑ってるんですよ。小枝取りに行くか。この辺りどうかな。あ、来てますね。ちょっと湿ってる。全体にもうダメだね。下もある程度いけると思うんですけどね。これは残ってる意味があるんだろうか。どうなんでしょうね。完全に枯れてますね。これいいんじゃないですかね。ほら、ジルのバーナー使いましょう。今日は人来ないと思いますね。まあ、ちょっと一部なんかリングやってて林道が除雪されてて車いたんですけど、
酒場の、カバの木の皮はつかなかったです。水面を伝っての突風というか、それがちょっとやっぱありますね。私が釣りで5、6年前までは毎年ですね、2、3回夏日高とかのめっちゃ山奥行って天白で釣りしている時にこれ使ってたんですけど、ああいうとこだとそんなにないんですよね。川こういう流れよりももっと流れは強いんですけど、一定のふわーっていう風が流れてる感じで、なんか火は結構起こしやすかった印象ですね。じゃあほぼ安定してきたんで米炊きましょう。今日はですね、いつもの感じなんですけど、カレーはですね、レトルト風のコープの2パックして、米の方でブーストしようと思っています。これがいつもの特殊パック、きのこ7種と、スパイスも7種かな、と米1合とウインナーですね。で、大量のニンニクペースト。ではまず、タモリ方式で、もう今日鉄のスプーン持ってきましたから、めっちゃ混ぜにして、で帳尻合わせてスーパーカレーにすると、そのような 手抜き。この焚き火も2週間以上お預け食らいましたけれども、待った甲斐がありましたね。これぐらいの快適さが最後大団円として来てくれる。ありがたい。これの前、ファイヤーボックスってやつ使ってまして、 JP 鹿ハンターさんって有名な北海道のお医者さんですね。ハンティングとナイフマニアのアウトドアおじさんがいました。あの方のおかげで一世を風靡しましたね、一時。あれは良くて、まさにボックスになってて、下からこう引っかき棒でガシャガシャやると消し積みが整備できる、そういう特徴を持ってたんですけど、何も重くて、これ確かね、300グラムぐらいかな、あれ1キロ確か超えてるんですよね。頑丈なんですけど、当時私は先ほど申し上げた通りですね、軽流でなるべく軽く取り回しいいようにって考えてたんで、手放しちゃいましたね。またちょっとグチグチしてる感じ。不思議と匂い全然しないですね。あんだけスパイス入れてウインナーとかも入ってるのに、まあ、二重豚になってますからね、あんまり吹き出してこないのかもしれないですけど、単体の音聞いてみましょうか。そうですよね。焚き火はこの無心感が本当いいですね。ただただ火を維持して温まるというね。正座してくるか。ではご飯オープンです。
できてますね。じゃあここにあれを入れていく。今年一番の笑顔をしてる気がしますね。多分これね、レトルトカレーを改造するマイ歴史の中では一番ですね。あのエヴァンゲリオンのテレビシリーズにハマってた頃に、ミサトが安いでかいタイプのカップ麺にレトルトカレーをただ流し込むとうまいって言って、多分あれはあのジャンキーな庵野秀明監督の多分実際やってたことだと思うんですけど、別にあれ大してうまくないんですよね。でもすごい美味しそうな感じがしてくるんですよ、あの殺風景な作品の中に。いろんなルーで試した気がしましたけどね。ではタモリ、タモリカモン。タモリ、タモリ混ぜてく。ちょっと水多かったですね。若干多かったけど、まあでもいい感じだ。よし、いただきますよ。なんかもうね、香りは全然わかんないですね。もうただただいぶされたむせ返るような香りがしてるだけで、鼻近づけてもちょっとスパイシーな感じですね。じゃあいただきます。めちゃくちゃスパイシー。シャグマ、これ面白いですね。やっぱりあの作り自体が別々じゃないですか。本来ルーにスパイシーな感じとルーのエッセンスとかが混じり込んで、でそれをまあライスでかっこむっていうことだと思うんですけど、これはなんかルーが、まあ、最後混ぜたんである程度スパイス混じってるんですけど、むしろ具を食った時のシャグマとか顕著なんですけど、シャグマとかアミガサタケ、めっちゃスパイシーなキノコなのに、うまっ。じゃああったけ、やばい、この素手の素手で感じる炎。たまらんね。おお、いい感じに使い切って終わる感じだよ。素晴らしいな。こうたけ、やっぱりね、こうたけの癖が落ち着くんですよね。これもこうたけ、ちょっとだけ苦味があります。
最後デカ丸いきましょうか。デカ丸ほら、ちょうど全部本当片付けて燃やし切って帰る感じだ。最高。やっぱ背中は燃えますよね。やっぱちょっと欲を言うと椅子が欲しいしね。足はあったみたい。じゃあ特盛りスーパーカレー、米一つ残さず完食。ありがとうタモリ、お疲れ様村タモリ。じゃあ最後お腹も朽ちまして燃え尽きる前にですね、春を呼ぶ歌を、歌いながらお別れしたいと思います。羽にしぶき受けて歌う、川に鳥の鳴く声